日本って本当にバリアフリーが進んでるって言われるんですけど、ちょっと私は日本のバリアフリーがすごく進んでるって言われることにはものすごく違和感があって、施設にお金をかけましょう、エレベーターを設置します、お金をかけなくていいので気軽に声をかけてもらって、あ、手貸そうかって言ってくれる人が周りにいっぱいいてくれる社会になればいいなと思うんですよね。今回その作った I'm Possible っていう教材は Impossible、 その不可能なっていう意味のところにチョンっていうのが加わることで何でもできるようになる、そういう考え方を浸透させたい。今日パラリンピックのことをいろいろ勉強した時に子どもたちにメッセージを届けたいと。普通教育っていうのは上から下、まあ、年長者から年少者っていうことなんですけども、リバースエデュケーションって子どもから大人に伝わる。保護者の方からご連絡をいただいたことがあって、乗っていたエレベーターが止まった階で車椅子の人が待ってました。息子が僕たち降りようよって言って、なんかその子のお母さんがそれを見た時に、あ、うちの子はいい子に育ったなって思ったっていうふうに言われて、そう、これよ、これを待ってたのみたいな嘘はつかないって決めたから、その先の自分へ、パラドゥ。